三崎 VS 後藤真希。さてガールズエースカップ2016アジアトーナメントリザーブマッチを迎えました。48キロ級の階級ということになります。赤いグローブが三崎、そして青いグローブが後藤真希。三崎はプロでは3戦、そして後藤は6戦をこなしています。こちらは三崎、6月には三尾と対戦して判定負けでありました。ラウンド1、さあ試合がスタートしました。まずは右フック、後藤、後藤のパンチで前に出ます。大江さん、はい、まずは後藤が積極的に前に出てきましたね。そうですね、もう後藤選手は昔のね、伝説のキックボクサー野寺力のお弟子さんでありまして、力士所属ということで、キャリアもだいぶ重ねてまいりましたよね。ただね、この今三崎選手、さっきお話にありましたけど、6月の花屋敷大会で三尾と戦ってるんですけどですね、これがまたなかなか三尾に食らいついていきましてですね、素晴らしい試合だったんですよね。そこで一つ、力をね発揮できたということで今回の試合にもつながったんですけども、彼女、女子シュートボクサーとしてこれから一個も今ここで買いですよ。本当にもう、右、後藤の右です。まあ今のうちにこれは注目しておいた方がいいファイターということになります。パンチで前へ出ていきます。三崎蹴りから左、そして右、その距離感、手足長い、後藤選手が距離感を保って、いいパンチ、いいキックね、前蹴りで離しておいてパンチ当てるというところで、今試合進んでいます。ただ、この三崎選手ガンガン前に出てくるというね、まあ面白い試合ですよね。そうですね、コーナーに詰めています。ただね、三崎は三尾と試合をした6月大会も非常に、ね、1ラウンドから結構打たれたんですよね。ただね、全く気持ちが折れない、前進を止めない選手なんですよね。その辺は非常に評価できると思いますよね。なるほど。ただ後藤選手は、ね、やっぱりこの距離感上手ですよね。これだけ今三崎が前に出てきてるのにもかかわらず、やっぱり前蹴りで一本足で止めてね、お腹を突くことによってこの三崎の突進をそのもう一歩、打たせない。そうですね、ここでゴングです。第1ラウンドが終了。いや、しかし三崎はひたすら前へ出た2分間でありました。さて青コーナー後藤真希、セコンドには小野寺力の姿もあります。さて第2ラウンドが始まりました。また前へ出ます三崎、踏み込んで右、しかし距離を保って、ね、そしてパンチで返します。この三崎が思いっきり踏み込んで右を振りますよね。これがちょっと後藤選手にとって危険だと思いますよ。ダウンか、違いますね、これはダウンではありません。ただ逆にこの後藤選手、三崎が入ってくるところにうまくパンチを合わせるんですよね。これも三崎選手にとっても危ないです。ただ前へ出ていく力で三崎の方は頭をね、顎を少し下ろし、頭を下ろしてますからね。頭を下ろしてる受け方と、顔を上げてる受け方だと顔を上げてる人の方が効いちゃうんですね。さあ左フック、後藤真希投げを狙いに行きますが、三崎レフリーのブレイクです。やはりこの身長差があります。残り1分を切ります。第2ラウンド前へ出ていく、依然として前へ出続けます三崎です。この大江さん、三崎の攻め疲れに関してはどうでしょうか。ね、今のところ見せないですよね。三尾戦の時はもっとね、結構打たれたんですよ。だけどこの同じ突進をやめなかったんですよね。三尾も試合間隔を少し空けましたから、このラッシュには手こずってましたよね。まあ、リザーブファイトとはいえ、あわよくば三尾との再戦を狙いたい三崎です、ね、やっぱり今、何でも経験だと思う、まだね、キャリアが少ないですから経験だと思うんですけど、一戦一戦これ大事ですね。6月の試合が終わったと僕は彼女に言ったんですけども、怪我はあるかとはないと、怪我がないんだったら今度はね、ガールズスカップもし出ることになったらいい動きができるんじゃないかなって僕はアドバイスしたんですけど。そうですか、もう時間がありません。第2ラウンドです。その三崎、ここでゴング。第2ラウンドが終了。さあ2ラウンドが終了しましたが、三崎のこのアグレッシブな突進が止まりません。そうですね、
いいと思いますよ、このままで。ただ後藤選手は距離感を取ることとカウンターを合わせようとすることを、ね、に徹してますね、はい、ただその三崎の今このガンガン出るこのアグレッシブさというものがやっぱり普通のお客さんまたはこの今ね映像を見てご覧になっている方々にとってはあこれ三崎の方が優勢じゃないかなと思ったりすることもあると思ってたね、これね今これ試合ご覧になっている皆さんこれ自分でね、10点法で毎1ラウンドごとね判定していただくといいと思いますよ。で試合が終わった時に自分の判定とねこのレフリーが上げる手が合ってたりするとこれまたね楽しめるんですね。あそうですね。さあそれではファイナルラウンドです。三崎が引き続き前へ出ますがその勢いを止めたい後藤。黄色いスパッツの三崎、これがプロ4戦目になります。相手との距離を縮めていきます三崎です。おお一本強いですね。これは不十分でした、ね、三崎こういうことできもできるんですよね。ハイキックそして左。さあここはね3ラウンドを明確に優勢なラウンドにしたいですねお互いね、はい、ということはこれクリーンヒットを狙いたいわけですか。もちろんそうですね。まあクリーンヒット投げ、はい、指名も全てですよね、シュートボクシングでできることを全て使って、何らかここのラウンドは一発優劣をつけないことには、ちょっと割れるかな、相手との明確な差をつけたい。そうですね。残り1分を切ります。なぜシュートボクシングはね後藤引き分けがないですから、同点ならこのラウンドまたその延長ラウンドというものがありますね。そうですね。延長が1ラウンド用意されています。ルートボクシング引き分けがないんですよ。本当ね過酷な競技ですよね。本当にもう白黒はっきりつけようというね、シュートボクシングの方針であります。前蹴りで止める後藤。残り30秒を切ります、ね、この男子の試合と違うのは試合時間が1ラウンド2分なんですよね、はい、男子の試合と3分、これ2分から3分の1分間っていうのは結構のスリリングなシーンが生まれたりするラウンドでもある時間でもあるんですけども、はい、女子の場合は2分で終わりますから、この辺はねその仕掛け的にもねなかなか難しい組み立てになると思うんですよね。もう早めに行かないといけないですよ ね、 そうなんですね。だからその点三崎はいいんですけど、ただ後藤もすごく、ね、距離感うまいって、はい、さあどうなんだろうな。これは試合終了、勝負は判定決着。さあ皆さんのジャッジメントはどうでしょう。ジャッジ若林30対28、赤コーナー三崎。まずは三崎です。アグレッシブを取ってますね。29対29、ドロー。2人目はドロー。これはジャッジとアグレッシブをね。30対29、青コーナー後藤。うわー、取れました。ほら延長ですよ。対1です。だからねこういうことですよね。だからそのやっぱ人間がつけてるんで、はい、力が行われます。ラストラン。さあそれでは延長ラウンド始まりました。さあ ここは、ね、この2分間で決まります。お互い出ますよね。もうこの2分で全てが決まります。当然三崎は出てくる。しかし右のパンチで返す後藤。後藤、ね、左フック。後藤も右、はい、積極的にパンチを振ってますね、今の左フックどうですかね。いやいいですよ、はい、大きい選手ですから手足も長いですし、左フック系のパンチなんかは威力が増すんですよね、やっぱり振ってますからね。はい、ミドル。ただあとは距離感ですよね。蹴り足、これはいやいや胸元にハイキックが当たって倒れましたね、はい、バランスを崩したって感じですよね。ダウンではありません。しかし大きなインパクトがありました。ただまあああいう技をですね一発決めて相手がバランス崩したりというのはやっぱりその今戦いの中で優位に試合を進めたことにはなるんですよね、はい、またミドル。蹴り足を掴みます。ここはね後半で挽回してほしいですね。後藤選手もね、いやいい試合ですよ。あと1分右空いた。三崎の右。近い距離組み合います。組んでからの右三崎押していきます。後藤左から右後藤。さあさあ右ミドル。
左ミドル。このね、まだ美咲は足がよく出るようになってきましたね。これ延長になると疲れてるんですよ、お互いね、そういう中でやっぱり一発一発の蹴りっていうのは非常に体力使うと思うんですけども、積極的にこのミドルを出します美咲。いいですね、このラウンドはいいですよ。首相撲パンチは右、後藤もパンチを狙うか。左右のパンチ、ロープ際詰めていきます後藤。ここでゴングです。試合終了、延長戦が終了しました。じゃあいい延長ラウンドでしたね。はい、判定の結果をお知らせいたします。ジャッジ若林10対9、赤コーナー美咲。まずは美咲。ジャッジタイガー10対9、赤コーナー美咲。美咲の勝利、10対9、赤コーナー美咲。判定は3対0、延長戦を制しました美咲。まあ両者の持ち味がこう全く違うと言いますかね。そうですね、延長ラウンドね、延長ラウンドで、まあ、言うならば美咲が非常にバランスが良かったですね。蹴りとパンチのバランスが良かったということ、はい、その蹴りに固まらず、パンチに固まらずね、固執せずね、はい、パンチから蹴りうまく当てて優位に進めましたよね。これ目なしじゃないでしょうかね。はい、